えー、白菜さん、こんにちは。こんにちはいつも来てくれてありがとう。えー、麦茶さんもこんばんは。こんばんはいつも来てくれてありがとうございます。えー、白菜さん、今日も勉強させてもらいます。ぜひぜひこちらこそお願いします。明日、理科のテストなんでゲームしてます。それはちょっと、接続詞がおかしいな。テストなので、えー、鈴剣さんこんばんは。こんばんは。TKN さんこんばんは。マルトさんこんばんは。こんばんは。 明日テストなのでゲームしてます。なるほど。深いな。えー、ユーザー 5J963 こんばんは、こんばんはーす。あ、ごめん、ちょっと待って。 はい、お待たせしました。すいません。えー、っと、えー、ホリちゃんさん、こんばんは、こんばんは、す。えー、ココアコさん、今日は何枚今日はね、ちょっとじっくりやりたいんで、3、4枚かな。えー、スカイさん、先生、こんばんは、こんばんは、す。えー、トミヤスさん、明日テストなんでオールします。そっか。テスト前オールする派テスト前オールする派か。たまにそういう人いるよね。 なんか寝ないと僕は無理だから、それは無理だな、僕は。はい。今夜はね、えー、っと、飽和水蒸気とかね、そう、飽和水蒸気とかのやつをやります。えー、どっかの人間さんこんばんは、こんばんはっす。えー、ユーザー PKY さんこんにちは、こんにちはす。はい。今日はね、 今夜は、そう。飽和水上、えー、飽和水上気量とかの問題。えー、ヒカさん、こよにちは、こよにちはっす。えー、とみさん、ゲームしてオールします。なるほど。<laughs> そういうことか。えー、明日、3年間の理科。いや、3年間の理科は無理でしょう。僕ね、あの、10時から11時までの、あの、1時間、時間しかできないから、全部は無理だわ。お、デュオさん、お久しぶりです。お久しぶりです。ユッティ・デュクさん、こんにちは、こんにちはっす。 えー、高校の自己推薦 PR 見てほしい。全然いいよ。見る見る。でもね、僕あんまちょっとそういうのアドバイス上手くないから、あんまいいアドバイスはもらえないかもしれないけど、うん。見る見る。またツイッターに送っといてよ。ね、今日は、今日はね、今日の最終目標。今日の最終目標は、これ。飽和水蒸気量の計算ができなかった子が、できるようになります。はい。この、今夜。 今夜このね、1時間の放送を見るだけで、なんと、飽和水蒸気量の計算ができなかった子ができるようになっちゃいます。はい。えー、ミックスベジタブルさん、えー、美術の勉強の仕方がわかんない。俺もわかんねえなー。はい。ね、今夜はね、なんと、なんとよ、あの苦手な子が多い、飽和水蒸気量の計算ができるようになってしまいます。 はい。じゃあもう10時になったんで行きます。ちょっとね、今日は、まず、この、これね、ここ。さ、今日の最終目標。今日の最終目標は、この問題と、あと、この問題が解けるようにな、なる。え、この問題が解けるようになること。で、そのためにちょっとね、最初は退屈かもしれないけど、ちょっとだけね、俺の話を聞いてくれ。これね、すげえ大事な話、今からするから。えー、 アサン、こんにちは、こんにちはっす。な、ちょっと今からすげえ重要な話するから、ちょっと我慢して聞いて。聞きますあざっす。はい。まずね、えーえ、タクさん、こんばんは、こんばんはす。まずね、すべての物質には、この3つの状態があります。ユーナさん、こんちくは、こんちはわす。マヨカさん、こんばんは、こんばんは。状態変化、それね。 えー、アイリーさん、やったー。そう、ね、すべての物質には、この、ね、コン、コン、息子にシェア、あざす。このね、三つの状態。そう、これはね、難しい言葉で言うと、状態変化って言うんだけど、実力テストによく出ます。出るだろう。えー、コン、コンチャワッチ、コンチャワッチ。んコンチャワッチ揃ってるってことは、お友達かなんかかな 今ちょうど分かんなかったやつ。はい。でね、これ。これ今ね、水の場合に、水の場合について言ってます。水の場合。えー、中1してほしい。中1もやりますよ。猫ちゆうさん、こんちゃ大きさ、こんちゃおきさ。リーさん今習ってるオリさんこんばんは。あ、オリさんいつもありがとうございます。こんばんは。ね。で、これは、水の場合ね。えー、自分に中2でこの単元全然分かんなくて解説すごく嬉しい。任せてくれ。 ね、今夜ね、今夜1時間、この放送を聞いたら、ね、飽和水蒸気、飽和水蒸気の計算ができるようになります。はい、受験生です。胸さん、こんにちは。え、ポストランナーさん、グレートティーチャー、グッドイーブニング、グッドイーブニング。そらさん、お待ちしてました。えー、セさんね、高校の科学はごめん、やんない。高校の科学はね、ちょっとやんないんですよね。ごめんね。ひかりさん、苦手なやつ受験対策で嬉しい。あざす。今日テスト。お、待てよ。 ティーチャーのおかげで、理解い,い点取れた何点だった猫チーニさん。そこ分かんなくて嬉しいですだろもうやったけど、ケースの仕方忘れた今日じゃあ今日思い出してみよっか。はい。初めて。ね。はい。ね。そう。でね、これ、氷の,のことはね、難しい言葉で言うとね、む、難しい、難しい言葉で言うと、固体って言います。固体。ね。で、 水のことを難しい言葉で言うと、液体って言います。で、水蒸気のことを、気体って言います。えー、イオンしてほしいイオンもね、やりますよ。お、猫チンユーザは何時取れたら嬉しい。すごい。えー、レイさん、こんばんは、こんばんは。ソラさん苦手なところこの配信はみんなの成績に波紋呼んでる。素晴らしい。 レイさん、期末テストお疲れ様です。ね。70取れたらすげえ。あざす。わかりやすくて、こんちゃわち。はい。今日で受験日まで100日。これペンはね、普通のね、50円ぐらいの。早く詰めてはいすみません。いきます。ね。でね、これ、ちょっとね、かっこつけて言うと、英語ではソリッド。で、液体は英語でリキッド。で、気体はガス。 ね、そうすべてすべての物質よ今これは水についてだけど、ね、例えば例えばね鉄鉄もね鉄はあれね普段だん我々が見るのはあれは固体ね固体だし、えー、熱すると溶けて液体になるし、ね、もっともっと、えー、熱加えると,、えー、と気体にもなるなそうすべての物質にはこれ 水、水だけでなくて、すべての物質には、この、三つの状態があるの。ね。でね、おそらくだけどね、おそらくね、このさ、飽和水蒸気量のこのね、計算とかをね、こう、えー、これを理解しづらくさせてるのは、俺ね、これだと思うんだよね。これ。この辺がね、いまいちピンと来てない、この辺がね、いまいちピンと来てない、 この原因はね、原因の大元俺ね、ここにあると思うんだよね。なぜならば、僕も、なんと、僕自身も中学生の時、ちょっとこれが、これをね、ごっちゃにしてて、この辺の理解がね、あの、この辺の理解ができなかったのよ。そう。これね、えっと、三つ、すべての物質はね、この三つの状態を行ったり来たりするのね。 そう。氷はさ、熱すれば水になるし、水はさ、火に、えー、火でさ、えー、なんだ、えっ、ー、と、コンロで、コンロでこう温めるとさ、蒸発すんじゃん。ね。でもね、実は別に、これね、100度、100度になんなくても、水って水蒸気になるんよ。ね。僕はね、あの、僕とか、あと、な、えー、たまにね、この、 1 0 0度にならないと水が水蒸気にならないって思ってる子がいるわけよ。まあ、実際僕もそうだった。でもね、違うんだよ、それは。それは違うん。そう。水は別に1 0 0度にならなくても水蒸気になるの。そう、蒸発ってやつね。蒸発。そうそう、えっとね、えっとね、えー、ダルダルさんの言う通り、そうそう、えっとね、難しい言葉で言うと、えっとね、温度。 温度とか気圧が関係なんだけど、ごめん。今日はね、その話はしない。そう。温度とかね、気圧が関係すんだけど、今日はねこ、今日はその話はしない。そうそう、あの、たこ焼きさんね。そうそう、水溜まり。水溜まりはさ、あの、蒸発すんじゃん。そう。あれ別にさ、100度になってないけどさ、水っていつの間にか消えるよね。そう。あれは実はね、この蒸発してるから。そう。じゃあ、じゃあね、 じゃあ、どういう条件で、どういう条件で、この水が水蒸気になったり、どういう条件でこの水蒸気が水になったり、するのかっていうのを今から説明します。ね。確かに。でしょでね、そう、何回も言うけど、今日の最終目標は、これね。これ。この問題。いい。今からね、今から、この話。まあ、多分、10分、15分。この話をね、聞くだけで、 なんと、君たち全員、これが溶けるようになります。はい。ね。だから、ちょっとだけ、あの、我慢して、聞いてください。いいですかね。はい。で、そう、これね。この、じゃどういう条件で、この水が水蒸気になって、どういう条件で水蒸気が水に戻るのかっていう話をします。あ、あれか、えー、 タルタルさんか。ごめんごめん。<laughs> ダルタルさんって言っちゃったわ。ね。あ、えー、画面録画していいよ。あの、えっ、ー、と画面録画していいけど、ごめん、あれね。あの、僕の、あの、この、えー、ライブ配信の、あの、録画を、あの、YouTube にもあのアップしてるから、別に、あの、YouTube 見てくれてもいいよ。うん。はい。ね。いきます。それでね、この大事な言葉がこれ。いい。湿度っていうのは、ね、湿度お願いします。 えエミチューさん、パチパチ。湿度っていうのは、これね、飽和水蒸気量分の水蒸気量、かける100で求めることができる。ね。で、ここでさ、いやいや、飽和水蒸気量ってなんやねんって思うじゃん。ね。何飽和水蒸気量って、そんな難しいこと言われても分かんないよってなるっしょ。安心してください。はい。いいか、飽和水蒸気量って何かっていうとね、 これです。これ。飽和水蒸気量とはね、水蒸気でいられる最大量。うん。実はね、実を言うとね、これ、水蒸気でいられる水の量ってね、決まってんの。こうね、えっと、この一 1, 1立方メートル。 こうやってね、空間が、空間がね、1、1、1の空間があったら、ね、この中で、な、この中で、水蒸気で入れる、この水の量って決まってんの。例えば、例えばね、 例えばさ、この問題で言うとさ、ここに、えー、10度で9.4って書いてあるじゃん、ここに。これ温度、上はこれ温度ね。10度で9.4ってあるじゃん。これはどういうことかっていうと、10度、気温が10度の時は、ね、この中に 9.4g は、は水蒸気で入れますよって意味。 水蒸気で存在できますよってこと。ね。これ、えっとね、えー、逆を言うと、その9 4ムまでは、あ、9 4ムまでしか水蒸気に、水蒸気で存在できないの。これね、9.、9 5ム 9, 五グ、えー、5 g は水蒸気では入れないんだよ。もしね、9.5g 水蒸気になろうとしたときに、その瞬間、えぇ、ー、あぶれた 0.1g は水になっちゃう。水滴。水滴になっちゃう。それに水が入ってくる。 そう、えっとね、えー、っと、そう、あれだからね、あとこの水蒸気っていうのは目に見えないからね。目に見えない。これは目に見えません。見えない。ね。わかりやすいあざす。だからさ、例えばさ、ちょっと待ってな。水蒸気っていうのは目に見えねえから。例えばさ、えー、 鍋とかがさ、沸騰して、ちょっと待ってな。鍋とかがさ、沸騰して、あの、湯気、なんか白いやつ。あれは、あれはね、水だからね、あれは。ちょっと待ってな、なんかいい写真がないか探してます、今ちょっと。ああ、いい写真ねな、ちょっと待ってな。ちょ、ちょっと待ってね、ごめん。ちょっと待って、今、今、いい写真がないかを探してます。 言ってることわかる言ってることわかるそれ。あの、鍋とかさ、ほら、あの、ふ沸騰さしてさ、あの、水面の上をさ、なんかし、あの、白いやつが、現れんじゃん。あれはね、水蒸気じゃねえから、あれ。あれは、目に見えるってことは、あれは水ね。言ってることわかる言ってることわかるごめんな、ちょっと待って。写真がないわ。えっとね、あのさ、 こうやってさ、火でこう火でさぼーッて温めてさこのこれこいつこいつこいつねこいつは水蒸気ではないかんねこいつは見えてるってことはこれ水だから水そうあれ水ねこれこれ水ねそう水蒸気はね水蒸気はねあの気体っていうやつで気体は目には見えないから 雲って水そうだよ。雲水だよ。そう。ね。だから、そうそう。この 9.4g。ね。さっきの話だけど、9.4g は、ね、この、え、えっ、ー、と、1立方メートル、1立方メートル中に、9.4g は水蒸気で存在できるんよ。そう。で、この 9.4g を超えちゃうとね、超えちゃうと、その超えた順から、 水になって、現れんの。意味わかるだからね、そう、飽和水蒸気量って言われたら、ね、あのー、その飽和水蒸気量が、じゃ飽和水、飽和水蒸気量が10って言われたら、10グラムをね、水が超えたら、その超えた順番からどんどん水に、水に、えー、水にね、こう、水に戻ってきますよっていう数字が、 この、飽和水蒸気量です。はい。そう。そう。でね、そう。じゃあ今度、このさ、水蒸気量ってなんやねんと。ね。今度、この分子。この分子の、この水蒸気量っていうのは、ね。実際に、この 1×1×1 メートルの中に入ってる水蒸気の量のこと。ね。 そう。で、それ分の、それ、あ、ごめんなその、飽和水蒸気量分の水蒸気量に、を100倍したものが、実は、湿度なんです。湿度。な。だから、もしね、もし、この飽和水蒸気量が、もしね、もし、10って言われたら、ね、これの、これの意味っていうのは、ね、今、今、この、 えー、1×1×1 の中に、中にね、最大 10g までしか水蒸気で存在できませんよって意味。うん。10を超えた順に、どんどんこの水蒸気が水に戻ってきますよっていう意味。ね。で、今はね、今もし、じゃあこの水蒸気量、水蒸気量が5。5ってあったら、これは、 今実際に、今ね、今実際にこの中、この中には、えー、5グラム。5グラムの水蒸気が存在してますよってこと。ね。だから、まあ、だからなんだ、えー、言い方変えると、あと5グラムまでは水蒸気になれますよってこと。わかるかなこれ。意味わかるかなわかるああ。 ね。で、で、実際、実際にそれ計算すると、5分の、あ10分の5。10分の5か1 0 0でさ、これ50%パーなの、50%パー。そう。こんちゃわちさん正解そう。なるほど。ね。受験受かったそう。こういう場合は、湿度50%パーっていうの。湿度の意味なんとなく分かったどうよ。湿度ってのは、そういうこと。やったわかりやすい 湿度の意味、なんとなく分かったそう。めっちゃ分かりやすい。あざす。すげえ。そう。湿度ってのは、そういうことね。だからね、あの、えー、っと、なるほど。うん。分かっ、じゃああれだね。えっと、まだ、えー、わかりづらい。えー、ゴキブリソラチさん、めっちゃ分かりやすい。あざす。光さん理解しただからね、こう、飽和水蒸気量はね、 例えて言うなら、例えて言うならね、教室ね、教室。教室の、えー、教室の、教室の席の数。例えばさ、教室にね、40席しかありませんと。ね、40席。教室に40席しかありませんと。ね、そこにはさ、 40人までは座れんだよ。40人までは座れるけど、41人、41人目からは、あぶれちゃって、水に戻ると。ね。もうその、えー、この、このね、えっ、ー、と、教室の中には、存在できる子。立ち見になる子がついそうそうそう、それそれ。ね。と、ちょっと、長い話を聞いて、 もらったけど、水の中は湿度。わかりやすい。例え、あざす。飽和水上気量9.4って固定。あー、違う違う。ごめん。こ、これね、これ違う。あの、これは、あの、例、例。ごめん。これは例ね。これ例。ね。じゃあ、実際に問題、解いてみようか。ね。今の話を聞いた上で、ね。今の話を聞いた上で、ちょっと問題やってみようか。じゃあ、具体的にどうするのかっていう。 はい。そう。でね、えー、っと、そうそう。その、で、実はね、飽和水蒸気量って、温度によって変わるんだよ、実は。実はね、温度が高い方が、ね、温度が高くなればなるほど、その飽和水蒸気量って増えんの。つまり、その、温度が増えれば増えるほど、えー 水蒸気で存在できる水の量が増える。うん。ナポリ王国さん、そう、掃除はね、また、今週はやんねえかな。うん。ね。で、問題文読むと、ね。ある日、K さんは標高1000メートルの山に登ったと。次の問いに答えなさい。うんうん。山頂での気温は11度。 湿度は72%であった。この空気1立方メートル中に含まれている水蒸気量、きたね、水蒸気量は何グラムか、下の表を用いて、えー、求めなさいと。露天と飽和水蒸気量って関係、まあまあまあ、あるね、ある、うん。はい。ここでね、えー、ここで使うのは、 さっきのさっきのこれねこの式そうじゃあこの式にさ当てはめてみるよ今湿度が72%つってるよね72%じゃあここに72って書いてみようか72イコールでしょ72イコール これ、分母。分母のさ、飽和水蒸気量。飽和水蒸気量っていくつかな今さ、気温が11度つってするよね。11度。ってことは、11度どこかなって探して、あ、あったあった。え ?11 度の時の飽和水蒸気量は10.0だ。よし、じゃあ分母に10.0って書いてみようか。10ね。で、今求めたいのは、 この水蒸気量ね。水蒸気量はこの分子。じゃあこれを X とこうか。X。ね。それに、かける100。これ。じゃあさ、こういう式が作れるよね。これを X について、ついて解くと、まあ、これ10と100で約分して、えー、っと、この10を、えー、左辺に移行すると、そう。皆さんの言う通り、X イコール、 7.2。単位も。単位はグラムパー立方メートルね。そう。そういうことか。そういうこと。ね。これはつまり、これつまりね。1立方メートルあたり、7.2グラム水蒸気が存在するってこと。10.0は10っていいんだよ。うん。書いて OK。 そう、これね、そうそう、1立方メートルあたりに7 2ム水蒸気が存在するってこと。はるさん、こんばんは、こんばんはーす、もっと早くにこのアカウントと出会いたかったはじめまして、なおちゃさん。これ、模擬でわかんなかったやつぜひ覚えてくれ。じゃあ、じゃあ、皆さん質問、質問。じゃあ、今、この11度、11度のこの空間は、 えー、一立方メートルあたり、あと、何グラム、水蒸気で存在できるでしょうか今、その空間、もし終わったえー、ゴキブリ・ソラツさん、単位。単位はここに書いてあるここ。ここ。これ。えー、タクさん、2.8。そう、そうだね、2.8。残りね。 これね。そう、残り 2.8g はね、この1立方メートル、1立方メートルに残り 2.8g までは水蒸気で存在できるんよ。ね。2.8g を超えたら、もう超え、超えたところから水に変わると。桜さん、マジ神、ありがとう。 シンさん、十一区斜め点に。そうそうそう。それ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 。それそれ。アイラさん。なるほど。水になる。マルトさん。そう。ね。いい。と、ここまで。めっちゃ理解いい素晴らしい。どうよ。なるほど。ね。だから、これがもしね、これがもしさ、こら、この、もしさ、十三度とかだったらまた話が変わってくんだよね。えー、プヨさん、理科苦手なので嬉しいです。 ぜひぜひ。なるほど。この単元分かんないので、助かります。頭良くなった。明日テストだからマジ感謝。どういたしまして。えー、トマト、トマト王子、んトマト王子さん。マジ分かりやすい。あざす。えー、っと。理科の計算って公式ありすぎて。なんやさん、そうだね。やっぱね、公式をね、やっぱ丸暗記するよりも、それがどういう意味 なのかってのをちゃんとね、こうわか、わかると、えー、間違えずに済むよ、それは。うん、そのね、覚える、まあ、その覚えた、なんつうの、覚えるっていうか、あの、理解するまでに時間がかかっちゃうんだけど、そこさえね、時間を費やせば、もう、あとは楽よ、マジで。はい。臨海より神めっちゃ嬉しい、それは。えー、こんばんは、こんばんはうちの中学来てくれ。あざっす。 理屈が分かると応用できる。そうだね。この公式覚えた方がいい。そうだね。これはね、覚えた方がいい。うん。そう覚えた方がいいね、これは。うん。そうそう。この、うん、えー、水蒸気、えー、水蒸気で入れる、えー、限度。水蒸気でいられる最大値。ね。水蒸気でいられる最大値分の、現在の水蒸気量。 っていうことスクショしたあざす入試にめっちゃ出るよこれあやねさんねいい水蒸気で入れる最大値分の現在の水蒸気量理科が伸びる方法毎日やることやなえ1、ー、3 ° 13度の場合水蒸気量は8.208ごめんそれ計算してないけど計算して ちょっとごめんわかんないや。それはあれだわ。えー、11.4分の X イコール、これっていう式。式があってれば大丈夫。うん。ワンチャンリク80いく素晴らしい。絶賛受験生ね。ちなみに、じゃあ次行ってみようか、次。ちょっとね、この後、また、これやるわ。次はこっち行くから。ちょっとその前にちょっとね、これだけやってみようか、これ。 えー、水曜日、学年、うん学年調査は3年生あるけど、出ますかねそれはわからん。それはちょっとわからんけど、まあ、出る可能性はあるね。うん。えー、法水蒸気量が10で、水蒸気量が10だったら水はできない。それはね、できない。うん。ぴったり10だったら、それはできない。うん。10を少しでも超えたら、できる。水になる。ね。 ちなみにこれ。これね。山頂ではお菓子の袋がパンパンに膨らんでいた。その理由を簡単に書きなさいと。はいはいはい。空気が薄いから。ま、あそうだよ。その空気が薄いからなんだけど、なんでっていうね。グラフのやつが苦手。あ、グラフのやつね。これかなこういうやつ。この後やります。気圧が低いから。そう。そう。ね、そもそも、そもそもね。そもそもの話だけど、 気圧とは何ぞやと。ね。気圧とは。気圧っていうのは、そう。これはね、言い換えるとね、これ実は空気の圧力のことで、空気の圧力のことで、ん、えっとね、 空気中には、空気中にはさ、目に見えない原子とか分子ってやつがいっぱいあんの。例えば、酸素分子とかね。たくさんある。実はね、こいつらが押すことによって働く 力のことを気圧っていうのこれね信じられないと思うんだけどそうえー、っと周りから袋への圧力が小さくなって。 あ、アイラさん、それアイラさんのせ、答えがね、100点満点、それ。そうそう。大気圧はなんで、大気圧とね、気圧はね、ほぼ同じ意味。映画だと宇宙でくしゃって潰れる場面ある、それがなんでですか逆だね、宇宙だとね、多分、弾けるよ、多分。パーンって。そう、えっとね、実は、お菓子の袋。 これお菓子の袋ね。これお菓子の袋の断面図。ナナさん明日もやりますよ、もちろん。お菓子の袋。袋の断面図。これね、この、お菓子の袋の中にも、こういうね、原子とか分子っていっぱい入ってんの。 見えないけどね。で、こいつらがね、こう、縦横無尽に、こう、動き回ってんのよ、こうやって。こんな感じで。ね。で、これね、信じらんないんだけど、ね、こんなちっちゃいやつ、こんなちっちゃいやつがぶつかることによって、袋が膨らんでんだよ、あれって。そう。一個一個はね、小さいけど、いっぱいあるから、いっぱいあるし、いっぱい、 あの、ぶつかってるからね、こいつらがぶつかることによって、袋は膨らんでんの、あれ。ね。で、今さ、あの、地上。地上はこの、内側から押す力と、外側の分子原子が押す力が、釣り合ってるから、あのね、袋が、ま、あなんだ、袋がこう、膨らんだり、あの、しぼんだりしないんだけど、 こんな感じね。だけど、だけどね、富士山とか登ると、えっ、ー、とね、標高が高いと気圧って下がるんだよ。まあ、それは、ちょっと説明するとまたな、なるかなんだけど、そう。ね、標高が高いと気圧が、気圧がね、減るの。気圧が減るってのはどういうことかっていうとね、気圧ってさ、空気の、この原子とか分子のことなのよ。気圧が下がるっていうのは、 こいつらの、こいつらが、減るってこと。ね。今までさ、今までね、えー、外側から押してた奴らが減るから、ね。内側の奴らが、なんつうの、この内側の奴らが、えっ、ー、と、数で、あの、勝つんだよ。うんなんつうのかな、この。今までは、この、外側対内側が、えっ、ー、と、拮抗してたんだけど、 外側のこの分子とか原子が減るから、外側から押す力が減って、そう、内側から押し返す力が増えて、バランスね、そのバランス。増えることによって、お菓子の袋がパンパンに膨らむ。俺これね、実際にね、見たことないんだけど、写真でしか見たことないんだけど、そう、だからね、あのー、 えっと、宇宙とか行くとさ、えー、外側から押すもんのがなくなるから、内側から破裂すんだよね。お菓子の袋、なんか写真ねえかな。あ、これか。こんな感じなのかな。見えるかな、これ。本当にこんななのかな。すごいね。I don't understand。学校の先生よりわかりやすい。ありがとう。めっちゃ嬉しいこと言うね。ね、こんな感じ。 ね、そういう理由です。はい。そう、ここがね、すげえ面白いんだよね。すごい面白い。YouTube の残るよ。あ、煮干しさんってあれでしょなんか今日僕のことをフォローしてくれたよね。マジで助かる。りょうたさん。マジでありがとう。世界って不思議だよね。日本語わからない ?Where are you from? じゃあ、それを踏まえて、次の問題行ってみようか。うん。自信のところいいよ、やるよお。ディパーチャーさん、ありがとうございます。わかりやすすぎるマルトさん、ありがとう。これ。じゃあね、今度これ行くよ。霧って水蒸気うん。あれ、霧はね、見えてるから、あれは水。そう。水蒸気は見えないから。水蒸気は目に見え、見えない。あれは水ね。そう。 期待は見えないから。あれですね、明日、明日はね、なんだっけな明日数学数学やるわ、明日は。えっとね、僕の TikTok の、この、えー、プロフィール画面のトップ動画に、その一週間の予定があります。そう。ピーター・パーカーね。モルって書いてないよ。モルは書いてないよ。電流、電流もいいよ。やるよ、じゃあ。じゃあ次これいくね、これ。いきます。 えー、右の図は、これね、こいつ。こいつは、温度と飽和水蒸気量の関係をグラフに表したものであり。A から D。これね、この ABCD。A から D は、それぞれの温度と湿度が異なる空気を示している。<laughs> 次の問いに答えなさいと。えーかえー、っと、 過去一、A の空気の湿度は何パーセントか。はい、出ましたね。さあ、湿度ってなんだっけ湿度。湿度の定義は、はい、ね。その、水蒸気で入れる、湿度イコール、 ね。何分の、何だっけそう。水蒸気で入れるマックスの量。ね。水蒸気でい入れるマックスの量分の実際の水蒸気量だよね。はい。今日は理科。そうだよ、今日は理科。ね。じゃあさあ、今この A、AA 見てみよっか。さあ、A はさ、今気温は ちょっとこれズームしよっか。ちょっとズームするね。画面揺れてごめんよ。今さ、これ A の気温はこれ35度ね。35度。ね。で、この曲線が飽和水蒸気量ね。飽和水蒸気量。つまり、この35度で水蒸気で入れるマックスの量ね。 そう。水蒸気で入れるマックスの量。なんぼよ。こう見ると、ここね。つまり、40、え、四十グラムね。そう、40グラム。そう、正解。ね。35度では、マックス40グラムまで水蒸気で入れるの。だからさっきのここ、分母には、40って書きます。ね。 で、じゃあ実際、実際今は、えっ、ーえー、と空気中に何グラムあるんですかと。左見ると30グラムやね。30グラム。そう。今現状は30グラムある。これを100倍したもの。100倍したものが答え。ね。そう、だから、えー、ごめん、えっ、ー、と計算ちょっと。 暗算ちょっと俺できないけど、75%か。7、28,75。そうだね。75%ね。そう。よって75%が、この空気 A の湿度ってこと。どうなんか最初よりわかり、わ、わか、わかるっしょひめやひめさん75%ね。そうそうね。そうそう。えっ、ーえー、と、ゴメスさん。その時点でマックス入れる量ね。その通り。 明日理科のテスト。わかりやすい、あざわす。わかりやすい、ね。わかるでしょ、そう。B ならどうあ、いい質問ですね。ユーザー PKY ですね。B、B だったらちょっとじゃあやってみよっか。今度ね、今度、と、過去には、じゃあ、湿度が最も低い空気を選びなさいと。じゃあ、今はさ、これ A ね、こ,これ A。 メルさん分かりやすいよ。ありがとう。じゃあ今度は B。調べてみよっか。B。ね。湿度 B。さあ、湿度ってなんだっけ湿度は、何分の、何かっていうと、その気温で、マックス、マックス水蒸気で入れる、入れる量。分の、分の、ね。 えー、現在の水蒸気量。ね。B はさ、A と同じく35度やん。35度の飽和水蒸気量。すなわち、えー、マックス水蒸気で入れるのは同じ 40g ね。40g。じゃあ40分の今、現状の水蒸気量。20ですね。20。 これを100倍するから、そう、50%ね。これが B の湿度。そう、50%正解。ね。今週プレイ入試、頑張ってくれ。じゃあ同じように C。C の湿度、計算してみよっか。下に行くか。 湿度 C は、はい。また、同じことね。同じこと。C は、気温、あ、温度は25度だ。25度での飽和水蒸気量って、いくつかなーって。あ、ちょっとこれ、中途半端な部分にあるね。まあまあ、大体でいいでしょう、大体。C は、大体これ、23g とかかな。うん。 微妙やな。ま、あ23としよう。23として、23分の、じゃあ今 C。C は現状、1 0ムだ。1 0ムね。1 0ムあると。ズームアウトします。これを100倍したものだから、ごめん、ちょっと画面が揺れたって、ごめん。これ計算するといくつごめん。えー、っと。 10÷230.0100 するかえー、っと44312431242が808のえー、332が6まあ大体43パー約43パーとしようかねそう 大体43%。じゃあ今度は D。D やってみようか、D。湿度 D は。そう、そうそう。低いとそうそう。そうそう。たくさん言う通り、そう。低いと分かればいいんだよ。ね。だから別に全部計算する必要ない。で、同じように考えると D。D は、飽和水蒸気量が大体、 まあこれも13としようか1313 13としてえー、D は実際今 1010g ね1 0 g か1 0 0でこれもいくつや100100 100じゃねえか 1000÷13 えー、サブ683247まあ 七十何パーや七十。七三二十一、九十一、九十。七十六かね。約。約七十六%。これが D。さあ、そうすると何、何一番、一番低いのは74、七十四かごめん。一番、一番低い、一、なんだっけ、一番湿度が低い空気は、どれや C やな、C。な。これが一番低いと。はい。これが一番、そうそうそう、ハコさん正解。ね。これが一番湿度が低いと。そういうことがわかる。で、ちょっとあのー、話、えー、余談ですけども、ね。えー、っと、あれではあの、湿度、 湿度が50%って一概に言っても、温度によって、こう、じめじめと違うのしてた。湿度50%ってさ、例えばさ、今これ、A と D、A と D ってさ、A と D ってほぼ75%やん。どっちも。A と D。どっちもほぼ、 75%でしょでもさ、見てみこれさ、この、その1立方メートルあたりに含んでる水蒸気の量って全然違うじゃん。わかる今この A はさ、A も D もどっちも湿度75%だけど、A は今1立方メートルあたりに3 0ム水蒸気あるけど、 D の方はさ、1立方メートルあたり1 0ムしか水蒸気ないよね。そう、全然違うんだよね、これね。そう。だから、湿度だ、えぇ、ー、湿度プラス温度が、あって初めて、こう、なんかジメジメ具合。えぇ、ー、今日はね、11時に終わる。そう。OK。じゃあ、これ。わかるかなみんなこれ。カッコさん。 A から D の空気をすべて0度、0度まで冷やしたとき、出てくる水滴の量が最も多いのはどれですかと。意味わかる今さ、これ A とか B は35度、C は25度、D は15度、これを全部 0度まで冷やすんだって。そん時にね、えー、水滴。水滴として現れる量が最も多いのは A。皆さん A が多いですね。本当ですか本当ですかじゃあまたちょっとズームしてみようか。ズームしてみて。そう。この、 そうだね。えって言った人は、ちゃんと理解してるね。素晴らしい。えー、0度。0度ってさ、ここじゃん。ね。温度0度。0度ここ。0度の時の飽和水蒸気量って、いくつかなって、みんの。0度の時のさ、飽和水蒸気量って、5度、あえー、5グラムじゃん。5グラム。つまり、 レードの時は、ね、レードの時は、えー、んペコーリーンチョさん、懐かしくて、あ、こんにちはね、レードの時は、1立方メートルあたりに5グラムしか水蒸気で存在できないよ。ね。で、今さ、A 見てみ ?A って今、今、この中に水蒸気何グラムある 3 0ラっしょ。3 0ム。ね。今、この A の空気の中には3 0ム水蒸気があるんよ。そう。ね。それが5グラムまでしか水蒸気で存在できませんよって言われたら、残りのさ、2、えー、5ムは水滴に戻っちゃうんだよね。言ってる意味わかる これね、これ。この水蒸気が水に戻っちゃうの。そう。ね。存在できないから。5g までしか水蒸気で存在できないんよ。この炙れた 25g は水に戻っちゃうの。意味わかる同じように考えて、そう。B ね、オカピーさん分かりやすいアザス。ね、B もさ、今、今、この B の空気中には、20グラムの水蒸気があるのよ。それが、え5グラムまでしか存在できませんって言われたら、あぶれた15グラム。15グラムは、水蒸気から水に戻っちゃうの。分かりますアザス。ね。 って言ってくとね、そうだね。まあ、もともと一番多かった A。A がね、最も現れる水滴の量が多いよね。はい。どう苦手な光を今度してほしい。いいよ。やるやる。やるので、やるので、ぜひフォローしてお待ちください。わかりましたあざす。えー、っと。 しんさん15って何が 15? 温度下がったら体積も減るからえー、っとね温度下がったら体積もそうだな温度下がったら体積も減るけどもいやいや考えられるでしょう別にその考える1立方メートルあたりの体積は変わんないから A の水滴はどのぐらい A の水滴はこれねこの えっと、そうそう。もともとこの 30g が水蒸気なわけ。30g が水蒸気。これが、えー、っと、5g までしか水蒸気で入れないんだから、残った 25g ね。25g は水滴。水に戻っちゃうと。あ、B の水滴。B はね、 15、そうそうそう、15ね。そう。若菜さん、カッコ2の答えは、これは、これ C、C、C です、C。ね、そう、C。えー、まだ学校で習ってませんが分かりやすい。嬉しい、ありがとう。じゃあさ、そう、じゃあ、最後ね、最後、まとめね、まとめ。まあこ、これ、これもそうなんだけど、 今さぁね、今、この放送をね、最初から聞いてた子は、じゃあさぁ、あの、えー、っと、夏にさぁ、夏にさぁ、あの、グラスの周りに水滴がつくじゃん。あの現象の理由、説明できるよね。これ使うか。なんか、冷たい、 水のさ、周りにさ、水滴つくじゃん。あれの理由が説明できるよね。なんでかっていうと、ね。えっと、そう。夏ってさ、暑いじゃん。ね。夏って暑いから、飽和水蒸気量も高いんだよ。ね。つまり、空気中にいっぱい水蒸気を蓄え、 られるのね今、夏。夏の部屋は、えー、飽和水蒸気量が多いと。な、多いじゃんでもさ、コップのさ、水の周りってさ、冷たくないね。ね、そう。なるほど。コップの水の周りってさ、冷たいよね。冷たいって、温度が低いってことね。 温度が低いってことはどういうことかっていうと、飽和水蒸気量が低いんよ。ね。コップの周りは水蒸気でいられるマックスの量が低いんよ。ね。夏ってのは暑いから、ね。夏ってのは暑いから、飽和水蒸気、飽和水蒸気量が高くて、えー、水蒸気量も多いんだよ。そう。水蒸気量が多いところを急に冷やすと、ね。 この差分、ここ。この差の分だけ水蒸気が水に戻っちゃうの。ね。これがあの水滴の正体。水滴。どうわかったっしょわかったね。なるほどね。わかったね。<laughs> すごいね。ほう。 トマト、トマトおじさん、なるほど。ね。だからね、今度からね、今度からちゃんと、初めて知ったおお、素晴らしい。で今度から、ね、ちゃんとね、夏ね、夏、もし、あの、グラスの周りにさ、水が、あの、ついたら、あ、これは今ね、飽和水蒸気量が下がって、えー、水蒸気が水に戻ったんだなって、ちゃんと、思うことね。オッケーそれをちゃんと思いながら、マックで、あの、コーラを、 飲んでくれ。ね。ちゃんと分かったぼーっとね、飲まないで、あ、こういう理由で水滴がつくんだなってのことを、ちゃんとこう理解して、マックでコーラを飲んでくれ。記述してほしい。ごめん、ちょっと、ちょっと待ってね。記述、記述すると、記述するとちょっとごめんな、ちょっと記述すると、ちょっと僕がめんどくさいから <laughs>、あの、YouTube でちょっと今の話をもう一回聞いてくれ。 今水滴ついてるねそういうこと分かった分かった分かったねはいというわけで皆さんフォローをお願いいたしますはいねで一応あのまあ まあ、あの、一応ね、あのー、見返す方がね、いないかもしれないんですけど、もし、もし万が一、あの、見返したいという方は、あのー、僕のね、えー、YouTube、あの、僕の TikTok のプロフィールから YouTube に行けますんで、それをぜひ見てください。誰かコメントで、ごめん、ごめん、えっとね、えっとね、え、授業、最高だぜ。授業料、あ、えっとね、ゆうやさん、授業料はね、あの、お一人様、えー、2万五千円から、あの、えー、 お一人様、2万5千円から投げ銭を受け付けております。はい。誰かコメントで書いてくれ。えー、来るの遅くなっちゃった、はるさん、こんばんは。マジでありがとうございます。トマトおじさんね、こちらこそ、ありがとうございます。学校の理解より分かりやすい、生茶さん、嬉しい、ありがとう。しんさん、スクショいいよ、スクショ。はい。どうぞ。えー、ペコリンチョさん、解説がとてもと、 ありがとう。ネコチーンさん、YouTube は実はね、前からやってるんですよ。まあ、あぶっちゃけにあんまり面白い動画上げられてないんだけど。オカピーさん、これから見ますありがとう。飽和水溶液求めるのできない今度やろうか、じゃあ。お、マルットさん。マルットさんがいいコメントを。え、夏は気温が高いから、飽和水蒸気量が多いけど、 コップの表面だけ冷たいから飽和水蒸気量が少なくなってそうだねそういうこと、えー、中が冷たいと飽和水蒸気量が下がって水に戻るそうやなそうそうあのさコップはさ冷たいじゃんあの氷が入っててねだからそのコップの周りは温度が下がるんよ温度が下がるってことはね飽和水蒸気量つまりそのえー えっと、空気中に水蒸気で存在できるマックスの量が減るよね。そう。減るってことはさ、この元々含まれてた水蒸気が、えー、水蒸気のうち、水蒸気で存在できないものが、こう出てきて、そいつが水に、水、水滴に戻ると。そういう理由です。はい。 YouTube 見る。ああ、ありがとう。めっちゃ嬉しい。スカイさんもありがとう。おもちさん、10日勉強しなかった <laughs> ま、大丈夫っしょ。これから。え、猫ちん猫猫ちんゆうさん、チャンネル登録ありがとう。しいたけさん、3日後テスト。ま、間に合うっしょ。何言ってんすか。間に合わないと思ったんですか間に合いますよ。大丈夫、大丈夫。明日の科目は、数学。はい。じゃあね、 今日はあと3分で終わりにするわいえいえまるとさんありがとうかっこ1なぜ75%えっとねオラロワさんね分かりやすかったありがとう明日テスト帰ってきますおっ結果どうかなハルさん明日も参加ありがとうテスト俺も受けたいなテストって何のテストだ物理やってほしいいいよいいよやるよこれねかっこ1これね75%の理由は えっとね、そう。まず、湿度。湿度ってものが何かっていうのが、オリさんアイドざンました、こちらこそ。湿度っていうのは、これね、この、飽和水蒸気量分の水蒸気量であると。わかると楽しい。ヒロさん、あざす。ソラさんもありがとう。ね。で、ここで、そうそう、この A。A の、A を見ると、これね。 えー、A の温度での飽和水蒸気量は40なのよ。40。ここに40と。で、今実際 A に、A の水蒸気量は30なんよ。30。だから分子が30と。はい。ごめん、ちょっとね、この説明はね、あの、YouTube にまたあげるから。えー、っと、今日もわかりやすかった。チーバーさん、今日もありがとう。ラさん、心臓。 ラーさんね、それ、この前やったんよ。見てないんすかちょっと。まあいいよ。また今度、やります。えー、生茶さん、ありがとう。やる気出る嬉しい。麦茶さん、そうそう、それそれ、それね。そう、そういう原理です。お疲れ様でした。ごめん、ちょっと、じゃあ今日ね、ちょっとこれで終わりにするわ。見たかった大丈夫あのね、また、やりますんで、はい。 授業料、授業料はね、お一人様、え三、ー、万円、えー、嘘、えー、お一人様、五千円からです。投げ銭お待ちしてます。コウタさん、わかりやすい。あざっす。じゃあね、ごめん。じゃあ、これで今日おしまいします。切ります。またね。バイバイ。また、また今度、また明日。はい。ありがとう、ありがとうね。お疲れ様。気をつけて帰ります。コウタさんもありがとう。あ、ま、たした。はい。ラさん、アイラさん、シータケさん。 あざあす。じゃあね。猫チーンさんも。チーパさんまたね。はい。切ります。失礼しまーす。じゃあね。ごめん。失礼しまーす。またね。バイバーイ。はーい。